皆さんこんにちは、プロボウラーの小林哲也です。今日はですね、栗橋店で、チャレンジが終わって、ちょっとお時間をいただきまして、同期の中村祐介プロに来ていただきました。イエイということで、今日は、今話題の、アストロフィジックスですよね。ハイスポーツ契約、陽介プロはハイスポーツ契約のアストロフィジックス、そして僕が、グルーフォース、を使って一元マッチしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。ということで早速やっていきます。いきます、ゲームスタート。イエイ、お願いしまーす。お願いします。いや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 、バッチリ。よし、はい。アストロフィジックスはパールですよね。パールパール。結構走りますね、見てるとね。いい感じです。いや、なんか出ちゃうんじゃないですかこれ。よし、いいっす。ハイスコアな予感ということで。打ちミスですよし、おお、惜しい惜しい。いや、今のね、映って欲しかった映って欲しかったです。あれ、なんだかなんだか。大丈夫ですよ全然大丈夫です。撮影してます、 YouTube の。惜しい7番ピンということで、ちょっと今日の C パターンだとね、結構オイル量が多く感じるんですかね。やっぱり僕のグルフォースは結構強めなのでね、まあ、オイルをしっかり感じるということなので、まあ多少ボールの差はありますが、まあ、どちらもですね、人気のボールになっておりますが、今のあれアウトですね。はい、訂正させていただきます。こっちか。あー、打ちミスした。うおかなりついてますけども、非常にピンアクションがいいですね、グルフォース。ちょうど
まあ、このオイル量に42フィートですけども合ってるのかなっていう感じがします。さあ7番ピンの弾きがいいですね。非常に。で、さあ7発まで来ました。せっかくなんで頑張っていきたいなと思います。さあ投げました。いやー素晴らしい、ナイスボール。はい、終わりました。ストライクしか僕たちありません。よいしょ。あ、惜しかった。惜しかった。どうやって打ってんだ。まだ分かんなくなって、これで分かんなくなってきたかな。さあこの9番ピンタップで分かんなくなりましたね。僕がこのまま行くと200パンチアウトしなければ246点ということです。中村プロがパンチアウトすると242点までいきます。まあ僅差ですけども、僕はスペアなのでカウントダウンしてしまうと、もしかしたらまだわからない状況になりました。さあここでゲームフレーク1投目投球いたします。さあ素晴らしい、ナイスボール。はい、7番ピンが残りましたので、さあどうだ。うわー、ちょっと薄かったけども倒れました。さあ僕はこれスペア取れないと負けという状況になりましたが、しっかりとスペア取りたいと思います。はいはい。さあ3ピン差ということで非常にいい勝負ですが、まだ僕の方も点フレ3投目油断できませんので、しっかりストライクでフィニッシュしたいと思います。それでは中村陽介プロの最終投球です。おっと、ちょっと厚め入りましたけど、ぴったり240点、ナイスゲームです。ということでご覧の通り245対240点でグルフォースの勝ちということで、
いや非常にいい勝負でしたけども、いやまあね、どっちもやっぱり特性はちょっと違うんですけども、まあ今日のコンディションで言うと僕のちょっとヘビー級のボールの方が合ってたかなって感じですね。もうちょっと多分遅くなってくるとアストロフィジックスの方がいいのかなっていう感じはしたんですけども、まあどちらのメーカーも毎月非常にいいボール出てますので、ぜひ参考になればなと思います。あ、陽介プロ、いつも、栗橋と大宮店は何曜日と何曜日か教えてもらっていいですか？月火水が大宮。はい、月火水が大宮、はい、木金が栗橋ということなので、ぜひですね、レッスン等もありてますので、お近くに行った際は、チャレンジもありますので、ぜひご参加いただきたいなと思います。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。